学生は明治5年8月2日に大乗館より発された日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令である。109章からなり、大中小学区のこと、学校のこと、教員のこと、生徒及び死亡のこと、海外留学生規則のこと、学費のことの6項目を規定した。全国を学区に分け、それぞれに大学校、中学校、 小学校を設置することを計画し、身分、性別に区別なく国民改革を目指した。教育令の交付により、1879年9月29日に廃止された。学生はフランスの学生に習って学生を取っている。第3章で全国を8の大学区に分け8、大学校の1大学区を32中学区に、 わけ256中学校の1中学区を210小学区にわけ53,760小学校を置くことを定めた。翌年に改正され、大学区は7大学区に改められて実施された。翌年大学区が改定され7大学区とし、中学区は239区、小学区は42,451区に改められた。これに伴い、 石川県の大学本部は廃止され、第3大学区と第4大学区が統合し、医科学区の番号が繰り上がり、青森県の大学本部が宮城県に移された。1年間で、公立私立合わせて12,558校の小学校が設立された。第20章からは小学校について定めており、尋常小学、女児小学、村落小学、貧人小学、 小学士塾、幼稚小学、廃人学校について規定している。尋常小学校は、加藤4年、上等4年に分けられた。ただし、幼稚小学は、実現に至らなかった。中学校は、第29章から定められており、やはり上下に等に分けられている。また中学に相当するものとして、変則中学、家塾、中学士塾が定められている。 第33章からは、夜間の職業学校として、庶民学校を定めている。庶民学校には、農業学校、通弁学校、商業学校、工業学校が定められた。大学は、高渉の諸学を教える、専門家の学校で、理学、文学、法学、医学を置くことが定められた。だが、国民の負担が重いなど実情に合わず、 教育令の施行によって廃止された。以下は、詳しい学生の仕組みである。各学校につき、在学年齢を明記するという年齢主義の形で、定められていたことが特徴である。ただし実際にはこれを大幅に外れた年齢の生徒も、就学した。なお、学生の次の教育歴には、年齢規定はなくなっている。ありがとうございます。